こんにちは、熊根スキー場パトロール隊長の武藤貴弘です。そしてパトロールゴシちゃんです。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。今回はですね、ポールのかっこいい当たり方というタイトルでちょっとやっていきたいと思うんですが、はい、まあ今私たちこちら熊根のフリーポールに来ております。はい、そしてですね、昨日というか最近クラウドファンディングをやりましてですね、でそこで集まったお金でこちらのポールを買わせていただきました。 SPM さんのね、こうワールドカップって書いてありますね。もうめちゃくちゃガチなポールを買わせていただきました。皆さんありがとうございます。今までのポールはですね、本当に簡易的なやつで、こう当たるとね、ポーンってすっぽ抜けちゃったりとかね、しちゃったりポールが折れちゃったりね、しちゃうやつだったんですが、ここで良くなりましたと。そして、まあ、抜いてみて分かるように、ブラシのタイプなんでね、当たってもすぐには抜けないと。これはもう今まではね、なるべくこう当たらないようにねお願いしてたんですが、もうこれだけいいポールになったので、まあガンガン当たってもらって大丈夫ですよということで、まあこのポールを使ってですね、今後イベント等をね、いろいろとやっていこうと思うんですが、まあそこでポールをセッティングして、はいどうぞでちょっとね寂しいので、この YouTube のね利用して、まあ緩斜面のポールをこう早く滑るコツなんかを配信しながら、でイベントで皆さんに楽しんでもらえたらなと思います。そしてですね、私ちょっとレース経験がなくてポールにはちょっと無知なので、まあレース経験のあるね、 こちらにゴシちゃんにちょっとね教えていただきたく、今日は来てもらいました。そしてまずはですね、ポールをうまく滑ってる人って、こうポールの当たり方がなんかこう様になってたりするじゃないですか。当たり方、うん、どこをこう当たってるのかとかさ、なんでポールに当たるのかとかさ、そういうところをちょっとゴシちゃんに話していただければなと思います。はい、はい、ということでですね、じゃあまずはちょっとゴシちゃんにここ滑ってもらおうかな、はい、私撮りますので、はい、ではよろしくお願いします。はい、はい、いやどうも、痛いやっぱりゴシちゃんほど慣れてる人でも痛いもんなんですか。痛いじゃあ皆さん当たるときはね、痛いのを承知の上滑ってもらえればと思います。はい、じゃあもう一本上がりましょうか。はい、はい、ということでね、まあ、ゴシちゃんにちょっといろいろと聞いていきたいと思うんですが、はい、まあ、この緩斜面のフリーポールを滑るにあたって、まあ、タイムを速く出すためには、はい、やっぱりこう当たっていくのって必須になってきますかね。いや、当たんなくていいと思うでもさ、当たるってことはさ、うん、ポールのギリギリをスキーが通ってるっていうことになるじゃない。あ、そうそうそう、だよね。でやっぱりポールのギリギリをスキー通った方が間違いなく速いことは速いよね。そうですね、まあラインが近ければ近いほどっていうか、まあ、縦になってくればなるほど、うんうんうん、そうなってくるとやっぱおのずと当たりたくなくても当たっちゃう。近く、あれは別に当たりたくて当たってるわけじゃなくて、うんうん、単純にやっぱより近くタイトなラインで行こうとするから邪魔だからいいって。そう、そういうことだよね。そうそうそう、うんうん、もう当たるとやっぱりちょっと減速要素にもなるけども、まあ、自分のそのスピードと当たるその衝撃のあれにもよるんですけど、なるほどね、まあ単純にそうだね、そうだね、一概には言えないですけどね、うんうん、まあとにかくポールのギリギリをスキーが通った方が早いには越したことがないということで、まあ、そうね、はい、じゃあちょっとまあ現地に行ってギリギリスキーが通ったところでどういう風に当たってるかとか、なんかさ普通にこう何も考えず当たるとさ顔面当たったりするじゃない。その感じをちょっと撮りたいので、はい、ちょっとポールのところに、はい、じゃあ今ここにポールがありますと、はい、でス
キーがギリギリを通るとやっぱこう体って内側に傾くじゃない。そうね。でゴシちゃんはポールは体のどこに当たるんですか？GS? GS 大きい、大回りのポールの場合は、うん、本当はここに2本立っててフラッグがあるんで、はい、その場合はどこに当たってるかな、まあ、その滑ってる鬼門とかシャドウとかスピードにもよるんですけど、だいたいそのポールに近い側の手、うんうん、ここの腕か肩に、うん、やっぱ内計画できるんで、うん、ここを当たってくる感じにはなった、うんうんうん、なるほどね、うんうん、よくある小回りスラローム言われる競技は1本しか立ってないんで、うん、もっと近くやっぱ通りたい、うん、ってなる場合には結構みんなこう膝、すねで、すねまで待ってると顔面くるんで、いわゆるパンチガードつけてやって払っていく。なるほど、形です、ね、なるほどね。結構一般でこう何も規制がないところでさ滑ってる人ってその外形とかってあんまり意識してないと思うんだよ。でこのポールをさ、まあ、GS で滑るときってさそのまま内倒してたらもろ体にぶち当たると、ぶち当たるし、うん、ターンがつながっていかないか、うんうんうん、なのでまあやっぱりこう外形をね作っていかないと、まあ、ポールは滑れない、ねうん、ということで少なからず必要になってくるかな、うんうん、そうだよね。ポールに、ね、胸からぶち当たっちゃう顔面いかないようにそうだよね。ある意味、まあ、普通の滑りでも外形とかって本当に必要になってくるから、うん、ポールで規制された中で練習するっていうのはとても大事なのかなと、ですね、結構その内藤して頭からこう滑っちゃう人なんかは結構いい練習なのかなと思います、うんうんうん、じゃあちょっとさここポールでハの字でさ、うん、ちょっと外形を意識した感じで滑ってもらって、ハの字で、ハの字で、はい、うん、最初じゃあちょっと NG パターンで内藤ハの字でちょっとこうこれだとぶち当たっちゃうよみたいな映像を撮りましょうか。ぶち当たっちゃうぶち当たっちゃうよ映像を。じゃあ内藤パターン、内藤パターン、内藤パターン、いきます。はい、こうきます。で、こうなるよね。はい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 、そうやね、はいはいはい。そうなると、もうポールにもうここまで来ちゃうから頭当たっちゃうから、まあ危ないよと。危ないし、完全にもう内足、うんうん、に乗ってターンのところじゃ多分感じない。そうだよね。じゃあ次は、外径パターン、うん、まあこの感じを、うん、やっていただければまあいいのかなと。でじゃああとあれか、基本的なポールの入り方でほらこうそのままポールに行っちゃうとさ下で大きくなっちゃうじゃない。 それをちょっと説明してもらっていいですか。まず意識したいのは、はい、ポールに向かってまっすぐ行ってここでターンを始めようとするとポールに向かっていくわけなんですけど、ポールが来てターンを始めちゃうとポールのこう下でいわゆるエッジングするようになっちゃうんです。そうなるとまあ緩斜面なんか特にスピードが減速になるんで、このターン弧っていうのをもっと上に持ってきたい、うんうん、このポールでターンを終えるイメージで、ターンはしていきたい。なるほど。って感じですね。なので、その次のそのポールに向かっていくのは行くんですけど、こう直線的に向かうんじゃなくて、そのポールが自分のターンが終わるなっていうところにポールがある、うん、ってイメージで滑ると
じゃあハの字で一回 NG パターンのライン取りやってもらっていいですか。はい、お願いします。ちょっと待ってね。はい、はい、こちら NG パターンですね。そのまままっすぐポールに来ちゃってターンしちゃう。はい、はいはい。じゃあ次こうやってパターン。 OK パターン。はい、上から回り込んでターンして入っていくと。はい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 、いや、わかりやすい、わかりやすい、うん、うん、いいと思います。で、これでもう一回上がって、まあ、もう一回普通に滑って、まあ、その、今説明したところをまあ、重点的に見てもらえればなと思います。はい、じゃあここで一発NG パターンの滑りを取ってみたいと思います、はい、で NG パターンポイント一つ目はまっすぐポールに向かっちゃうライン取りと、NG パターン二つ目は、まあ、内倒しちゃうパティーンで、はい、その二つを織り混ぜてやつでちょっと滑ってみてください。はい、はい、お願いします、はい。内藤意識なんですか、やっぱりもうちゃんと外形をねやってきてる人はなっちゃうね。なんかちょっと普通になっちゃった。いや、そうなのよ。ね、普通に外形取れてた。もう体に染み付いてますね。じゃあ再現リベンジテイク2。はい、はい、行きましょう。次は行けます。はい、頑張って。どう？って感じ。負けちゃう。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、まあ今回ねやったポイントを。抑えていけば、おのずとねタイムはどんどん速くなってくると思いますの でやっぱりポールね、スタートからゴールまでの、まあ、タイムっていうので結果が出るってすごい分かりやすい、まあ、競技でもあるので、まあ、一度やったらやみつきになっちゃう人続出なんじゃないかなと思います。これからまだねタイム計測器が来てないので、今回タイム計測はしてないんですが、またタイム計測器が届き次第ねまた動画にしていきたいと思いますので、でその時にまたゴシちゃんにもね、また出演してもらえたらなと思います。ということで今回の動画ね、ポールの滑り方参考になったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた、バイバーイ。ちょっとじゃあかっこいいサムネを撮るためにちょっと一旦にかけるのでやりましょうか、はい、多分これはおまけに使われます。サムネの裏側みたいな。はい、これがサムネの裏側でございます。一ターンにかける思い、いいね、いや、いいね。いや、めっちゃかっこよかったと思います。うん、とりあえずもう一個だけ取っとこうか、念のためね。最後のね。はい。